はい、こんにちは、トールと申します。今回ですね、ハメフラの第3話の、感想とか、考察とかをですね、まあダラダラと、言っていきたいと思います。よろしくお願いします。基本的にまあ小説とかボイスドラマとかはあるんですけど、まあここでの僕が話す内容に関しては、まあアニメの本編の最新話を中心にやっていくという、スタンスでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。もちろんコメントとかで、裏話とかね、小説でのね、そのこぼれ話とか、ボイスドラマでの内容とかについて、語っていただくのをね、ぜひぜひね歓迎していますので、はい、そんな感じでやっていけたらいいかなと思っています。ではでは、あとこれは前回カタリナのことをカタニラって言ってしまったのね、拾われてしまったのでね、書いてみましたけど、どうでしょうか。今回はね畑なかったんですけどね。まあでは行ってみましょうか。まず、全体感想ですね。はい、まあ全体的な、話の流れとしては、まず小説好きのね、カタリナ、小説好きの仲間をね探したいカタリナっていうことで、新しい趣味はですね、えらいねインドアのね、趣味で、前回のストーリー、元々の転生前の、設定が生きてきたっていう感じなんですけど、転生前は、すごく娯楽にあふれている世界にいたので、物語に飢えてたのよねって言って、仲間を探すわって言っていますよね。はい、なこういうの本当になこういう部分がすごく転生してきた人間っぽいですよね。確かにこっち側の世界から向こうに行ったら娯楽少ないって思いますよね。このあたりやっぱり異世界転生ものの成功例みたいな、ね、感じしますね。はい、でまあカタリナはですね、この素晴らしい作品をね、分かち合いたいっていう気持ちでですね、お茶会に向かうんですけどね、まあ、この気持ちね皆さんもねよくわかるんじゃないでしょうかね。各言う僕も、まあ、この作品の素晴らしさを皆さんと、分かち合いたいという思いでこの動画を撮ってますし、おそらくね見てくださってる、皆さんもそういう思いがあるんじゃないでしょうか、とか言ってしまいますけど、で、王子のね、開催したお茶会の方で、まあ、今回の、まあ、攻略対象の妹のですね、はい、ソフィアと出会うという感じですね。で、まあ、ソフィアと、お兄さんをね両方ね信頼関係を結んでしまって、お兄さんの方の、フラグをね完全にね回収してしまうというね、そういう話ですね。でこれをまあ無自覚にやってしまうという、感じです。で、まあ、15歳のね、物語の最後に15歳の誕生日に飛んでですね、いよいよ次回から学園編が始まりますという感じで、幼少期のね物語はこれで終わりみたいに、なるようです。もちろん回想シーンとか出てくると思うんですけどね。はい、そんなわけでですね、まあ今回もですね、もう度胸と愛嬌でね無自覚無双するねカタリナの姿がね良かったなと思いましたね。はい、でまあやっぱりねカタリナのことがですね魅力的に書かれてるなっていうところを今回もね感じましたね。そのカタリナの魅力を不自然じゃない感じでね、上手に書いてくれていたのがね良かったなっていう風に思いましたね。このあたりもすごくアニメーションを作る人が気を使ってるなっていうような気が、しましたね。なんかなかなかね幸せなね主人公なんじゃないでしょうかという感想ですね。でここの3話でちょうどいい区切りで終わりなんですけど、いやほんまに最高の幼少編やったんじゃないでしょうか。どうですかね。DVD とかの関係でおそらくここが一つの区切りとして、3話にまとめたんだと思うんですけど、の一つ一つの出来事とか描写のされ方が完璧に綺麗につながっていたっていうことで、1話から3話までのね、塊だけでものすごく綺麗な、作品になっていたと思います。はい、そんなわけでねこれだけでも DVD ね買ってみてもいいかなと思うぐらいの、良い内容でした。はい、次行きましょうか。じゃあね、まあ、部分的にね自分の、ね、気に入ったことをね、まあねどんどんねダラダラと喋っていくだけなんですけどね。はい、まずですね、前回からのねつながりっていうことですね。前回、こういうとこもねやっぱね綺麗にやってくれるところはねすごくねありがたいですよね。前回アランについては気持ちが前向きになったっていうことと、カタリナといると楽しいっていうような描写はですね、結構しっかりと、されたんですけど、それ以外の部分ですね、
つまりジオルドとアランの関係が良好になっていくっていう部分はまだ回収されてなかったんですけど、それが今回のですね冒頭にね綺麗に入ってくるわけですね。王子の開催するお茶会で、こういったやり取りが見られるっていうのはものすごく自然でですね、はい。でこんな感じのねジオルドのね顔もね見れるんですよね。やっぱりこのポイントとしてはそのなんていうかこうあのこのカタリナが物語のこう中心になってるっていうんですかね、2人の会話の中心にはやはりカタリナがいるというのを、ね、感じれたのが良かったですね。で、まあ、完璧を目指しているっていうねジオルドにねお前らしいなって言って認めてしまえるこのアランがね、素敵だったなというような、感想を、持ちました。なんか本当にアランはねいい感じでねなんかカタリナとねバランスいい距離でね付き合っていけててねなんか楽しそうな感じですね。特にそのトラウマというかアランの劣等感は早めに解消してもらったことでアランはものすごく伸び伸びとあの育っていくんじゃないでしょうか。でなんかこうカタリナとの距離感もとても仲のいい友達にね近いね思春期の男女感はありますけど、なっててねとてもねいいバランスでアランやっていっていいなと思いましたね。はい、まあね若干ねこうね見えざるね緑のね手がね見えなくはないんでねちょっとね、気をつけてほしいんですけど、そんなわけでですねもう冒頭からねすごくいい差し込み方をしてくれたので、個人的にはねかなりね満足でしたね。はい、ではまあ行きましょうか。今回のメインですよね、やはりソフィアのね攻略に関してなんですけど、いや本当はねこっちがねメインなんですけど、まあ話の中心としてはソフィアの攻略の話なんですよね。でまあそれが結果的に、ニコルの攻略にもつながったっていうことなんですけど、はい、まあキーの目でね見られていて、まあ兄をねずっと頼ってきたっていうようなね感じに、ね、なっていますね。まあ、お兄さんに励まされてねお茶会にも出るんやけどすごく乗り気じゃない顔してまして、そうでも両親にね、いつまでもそんなんじゃダメだからね社交的にならなあかんよって言われて、確かにそのカタリナのとこにもあったんですけどその魔法学園に通うっていうことはこう魔法を持ってるってことでそこでやっていかなあかんっていうことは社交性を身につけなあかんから出ていかなあかんよっていうことでその1話にねさらっと書かれてたね設定からつなげるとですねあ確かに両親がね、無理に進めるのも分かるなっていう感じでね綺麗につながって始まる、物語であったなというふうに思いましたね。いやソフィアもね本当にカタリナにね早めに会えてよかったなと、もうこの兄弟本当にカタリナと早めに会えてよかったなと思うんですけど、はい、で、まずですね、まあお茶会の方に入って、まあ、カタリナ自身はただ小説仲間を探したいだけなんですけど、まあこれですよね、犬に追いかけられてね木に登るっていうね、なんかもう猿としてやらなあかんことだけはしっかり押さえておくみたいなね、そういうスタイルを、感じますね。はい、でなんかこうやっぱ上から見たね俯瞰した図とかをね、ちょいちょい差し込んでくれるのがねなんか立体感とか厚みをね世界にねもたらしてくれてね、僕はねとても好きですね。特にそのゲームの世界っていうことでなんていうか画面的にはその平面の画面ばっかりね見させられてるんでこういう斜め上からとかですね下から見上げるような画面があるとこの世界の立体感が強調されてね、個人的にね、おって思うんですけどね、どうでしょうね。でまあカタリナのねこの登場の仕方もねちょっとねかっこよすぎますよね今回のこのかっこよさ、こうちゃんとこう取り囲まれてるのが、この普通に本当に取り囲まれてるからそこどいてくださいっていう流れもねすごく綺麗ですよね。実際はこれはソフィアを取り囲んで逃げられないようにしてたっていう感じで、でまあそこの後に書かれてる城のね距離とかの考えるとやっぱりその連れ出されてしまってたわけですね、遠い場所にで、囲まれて、ね攻められてたっていうことがね、すごいねそれ、ま、その周りのね描写だけでそれがよくわかるっていう感じで、ニコルが見つけられなかったのも確かにそうだなっていうのがね、よくわかるんですけど、まあ何にしろこのかっこよさですよね。この出てきてからのかっこよさはね本当にねいやかなりなんなんて感じですけど良かったですね。そうなんか斧を振り、ね、キースに斧を振り上げた時のようなね、感じだったですけどね。はい、あとまあね眼力はねなんかこう悪役令嬢パワーとね若干ね母親の影をね感じるのはね僕だけでしょうかね。なんかね
ね、多分その本来のシナリオでカタリナはあそこまでそうきつく母親に怒られてなかったと思うんですよね。なんかこうね、親にね怒られてる分ね、カタリナの眼力力も、ね、若干上がってるんじゃないかなっていうことでですね、結構いろんなあの能力をね今回はね披露してくれたんですけど、まあ、ね、基本的にね猿に起因するんですけど、いや猿って万能の能力だったんですね。個人的には例えば忍者って何でもできる万能の属性やと思ってるんですけど、まあ、これからちょっと自分の中で猿に関するね考え方がちょっとね変わりましたね。はい、まあ、そんなわけですね、ノザルの固有チート能力のね、木登りとね犬寄せを使うことによってね、ソフィアとのねつながりをね作ったんですけど、ソフィア自身めちゃくちゃ綺麗に描かれてますよね。なんかメアリの時も丁寧に描かれてはいたんだけど、なんかソフィアはソフィアなりにスタッフのなんか思い入れが強いというか、うん、若干なんかスタッフ側からの愛が強い、いやまあメアリも逆の意味で愛が強いんですけど、まあ、そんな感じのね目を感じますよね。で、まあカタリナ自身もね積極的にこう友達になってくださいって言っていけちゃうキャラクターっていうね、ところでね結構ね無理なくね、話にねつながっていったんですけどね、まあ無理なくっていうか、まあ、このいきなり犬が現れるところは結構無理があると思うんですけどねそれは猿の固有スキルっていうことでね、押し通せる感じがね、そのギャグと世界のねバランスがすごくちょうどいいところも、プラスに働いてるなって、あとまあゲームの世界だっていうところもプラスに働いてますよね。そんなわけでですね、仲良くなりましたねカタリナと、ソフィアなんですけど、やっぱりポイントとしてはこのやっぱり自分からねギュッと握っていったところ、すごいカタリナ良かったですよね。こういうの自分からしていけるっていうところは、ね、だいぶ大きいですよね。なんか自分のこと気持ち悪くないのって言ってる子に対してですね、まず手を握っていけるっていうのはねなかなか強いですよね。はい、でキーの目でね見ないっていうところもね、なんていうかね、オタクによる文化的チート能力といいますか別に白髪のキャラいいやんみたいな感じで、言ってしまえるのが、実際にこれはなんていうのか、そのこれも異世界転生の強さだなと思って、ゲームの世界だからいろんな髪の色のキャラクターがいるのは当たり前だよねっていう感覚で、カタリナもいたと思いますし、もちろんカタリナが転生者じゃなかったとしてもそんな変な目で見たりはしないと思うんですけど、やっぱり例えば僕とかでも自分の周りにいる人の例えばですね、まあ、肌の色が緑の人とかがいたらやっぱりギョッとすると思うんですよね。だからそういったものをですね一気にその乗り越えていけたっていうのは転生者としての強さもあったんじゃないかなって、まあ、カタリナはだって本当に自覚すらしてなかったですからね、そういう意味で全くそのソフィア側に気持ちのねなんかこう突っかかるところがね なく向かっていったのは本当に強いなと思いましたね。いや本当にすごいですよ。でソフィアのねこのカタリナにね友達になってって言われた時の最初すごく驚いて、その後もう喜びがこみ上げてきて最後にニコって笑うところとかね、いや、ソフィアの描かれ方がね、いや絶対これスタッフに愛されてますよねこれめちゃくちゃ可愛く描かれてますからね。はい、いやであとですね、個人的に良かったのはなんていうかこうあなたが特別だっていうような言い方じゃなくて、友達として仲良くなるっていうことが、かなりね強く書かれてて、そのカタリナ的にもなんかこうね、現代を生きてても仲良くなれた気がするって言ってますし、その後のですね、まあ、メアリーと3人で仲良くしてるっていうところで、カタリナとのまあ11でのね関係っていうわけじゃなくて友達の輪が広がっていったっていうところが書かれてるところもね丁寧だなと、思いましたね。なんていうかこうこのメアリーもカタリナもそのお茶会においてはかなりその力が強い立場にある様子なので、そういう意味ではですね、まあ、2人ねお友達がいたらですね、かなり前向きになることができるだろうなというふうな、感じになって、もう綺麗に仲良くなりましたよね。本当にいい関係が全てだと思います。はい、次ニコルですね。ニコルに関してはですね、ニコル自身のセリフがものすごく少ないっていうことで描写は少ないんですけど、今回はそれがソフィアに対して丁寧にカタリナのとのやり取りを書くことでケアできているので、やっぱ物語としてものすごい綺麗だなと思いましたね。はい、ニコルに関してはまあ
あの攻略をしたことがないので、 あっちゃんのね、情報からね、幼馴染というか、まあ、オタク友達のあっちゃんの、情報からですね、シスコンということしか分かってないっていうことなんですけど、いやこの会議本当に意味ないですよね。なんか、まあ、あの会議の内容がね漏れて、そのままそのポーズが現実世界に現れてしまってたところ、すごい楽しかったんですけど、ただ、この部分もねかなり良かったんですよね。話としてのつながりも良かったし、書かれ方の役割分担もめちゃくちゃ綺麗だったんですよね。ソフィアが攻められてる時に、外に、遠いとこにね連れ出されてしまっていたっていうことで、遠くに書かれてたんですけど、ね、お城からだいぶ離れた場所っぽいですよね。で、その間ですね、ニコルははぐれて探してるんだけど、その間にニコルは、かわいそうにとかね、苦労、妹さんのことで苦労されてるみたいな感じの同情の目線をね、で見られるっていうね、で声も聞こえてくるっていうことで、ニコル自身の顔は全然変わらずにですね、普通の顔をしてるんですよね。でも拳は強く握りしめられてるっていうね、ここだけでももうニコルの境遇がもうほぼ全てわかるっていうね、いや綺麗だなと思いましたね。あとですね、これも大きいと思うんですよね。カタリナとですね、ソフィアは、とにかく仲良くしてて、ニコルは何にもしてないってね。で時々ちらっと見る描写があってですね、まあソフィアと仲良くしてることがわかるっていうのもわかるんですけど、これがですね多分ね、あっちゃんが言ってたシスコンのところにつながるんだと思うんですけど、おそらくそのあっちゃん的にはシスコンだから、まずはニコルを攻略するためにはソフィアを落とさなきゃいけないのよって言ってたんですけど、これでそのカタリナがですね、あのニコル自身に対してはね、もうついほどもね全く興味をね、示していなかったこともかなりポイントが高くなるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。この後のこともですね、もうカタリナは本当にソフィアのことばっかし見てるっていうね。ニコルに対して多分ねアプローチをかけてくるような人たちもねいっぱいいたと思うんですよね。すごいね顔立ちが整っていてね、大人からもね同情されているとはいえ、やっぱり高く評価されているっていうことですね。そういうのをニコルに対してですね、カタリナは全くアプローチをしなかったっていうのが、完璧な回答やったんじゃないかなって思いますね。であとちなみにこのカタリナとソフィアも別にすごく仲良くしてるような様子があったりはするんだけど、具体的に書かれたのはあのカタリナとソフィアがあの話し、始めるのがこれですよね。でこの後にですね時間が過ぎてですね、時間になった時のこの距離ですよね。もうこれだけですよね。もうこれだけでもう全てが語られますよね。わかりますよね。いやこういうのをちゃんとこう書いているアニメスタッフ本当にすごいなと思いますね。で最後にこう、ニコルが笑うっていうことですね。妹の攻略要素はここで終わってるということですね。まあ、あっちゃんから言えば、まあ、まずはあの妹を落とさなきゃいけないのよっていうところで、妹との、ね、関係を完全にね、繋いだ後にニコルにアプローチをかけるっていう手順をね、まあ、おそらく計らずもね、完璧にやってしまったということなんですけど、いや本当にね、いやもうねちょっとねずるいですねずるいって言い方は正しくないけどはい。で、ニコルの、ね、攻略なんですよね。でまずはですね、この両親がやっぱ出てくるのも良かったですね。あのソフィアが最初に両親とね肩話してるシーンもありの、両親がねカタリナに挨拶しに来てくれるシーンもねありのっていうことで、そういうことを経たカタリナだからこそね、素晴らしい両親とね素晴らしい妹さんっていうね、言葉をですね、まあ、全く迷いなくですね、もうおべんちゃらでも全くなくね言うことができたっていうことで、まあこのね隣のねおばちゃんがね突然出てきたのは、ね、本当にこのカタリナ会議本当になんなんていう感じなんですけど、若干 ね結構急な感じはしたんですけど、まあ、それはそれとしてやっぱりその言葉を借りて言ったは言ったんだけど、ニコルの反応を見た時にですね、あれ違うのですかって、不安になって言うっていうところが、やっぱりなんかカタリナはなんかこう人の、言葉とかをそのまま使うっていうことは結構やってしまうんやけど、やっぱ自分の中に落とし込んでいたりだとか、自分の中でやっぱり噛み砕いてから自分の言葉にしてる感じがね、とても良かったですね。でまあまあそれがですね、
ニコルがですね、実はめちゃくちゃ孤独で、分かってもらえない気持ちをずっと持ってたっていう、ところが前半にね書かれているので、そういう意味で全く逆のことをね、カタリナに言われたわけですよね。幸せですよねって言われたんですよね。だからうんそうだよって最後答えることができて、ここでニコルの、完全攻略が完了してしまったっていうことですよね。なんかめちゃくちゃ綺麗ですよね。なんかソフィアの話と並行してやってるんやけど、そうしたことによって説得力がめちゃくちゃ出てくるっていうことで、でニコルに関してはもうここで完全攻略という感じで、もうストーリーの組み立ては本当に美しいなと思いました。はい、主要なとこはそんなぐらいでですね、あとはですね、あっちゃんの存在とかもねいいなと思いましたね。はい、思い出の中でカタリナの支えになってるってことね。オープニングに出てきたこの子はねあっちゃんだったんですね。大義理持ってますけど、はい、ここだけ現代日本なんですね。不思議な感じですね。ただですね、現実の世界ではカタリナ、主人公の名前わからないんですけど、失ってるってことでね、ちょっとねやっぱ感慨深いものが、あるなと思いました。はい、あとですね、カタリナにとってのお約束みたいなのがある程度こう決まってきたなっていう感じですね。この大食いでね、パクパクってね、もう本当に美味しそうに食べてますよね。なんかパックマン思い出すんですけど、パックマン知ってますか？はい、そんなわけでですね、食べ過ぎて、お腹を壊すみたいな感じでね、お腹壊してトイレに行って、その後またね何を食べましょうって言ってるんでね、このなんていうのか、学習しない感じと学習してる部分のバランスがいいなっていう風に思いましたね。だから基本的には食べるのね、お菓子大好きっていう感じで、学習はしているものの、やっぱりこうね、トイレにね行くっていう感じになってねでちょうどいいのが、もうこの辺もね、猿としてのスキルに関してはね、もうこれは結構ね無理があると思うんですけどねなんか貴族じゃないよねこれ、日本のなんかこう公園の犬とかですよね。多分これでもゲームデザインの人たちが犬の素材なかったから一番安いとこで発注したやつをそのまま使ったとかな気がするんですけど、そういう意味でこの部分のねゴリ押しとかはね、なんか持ちネタのギャグとして使っていいし、なんていうかある意味お約束の、展開として使えるので嫌味がなかったですね。なんかワンパターンっていうのとやっぱりお約束的なね楽しみ方っていうのはちょっとねだいぶ違うと思うんですけど、こちらはねお約束的な楽しみ方ができる、要素なんじゃないかな。で、最後のね、人たらしですよね。はい、このカタリナとねキースの最後のね対比がねなかなか良かったですよね。キースを守らないとって言っててね、カタリナ的には保護者の気分なんですよね。でまた垂らし込んでみたいなね、キースが思ってるっていうね、感じで、ね、とても良かったですね。で逆的なね要素としてね、強いっていうのも、面白かったですね。もう各シーンが本当にコミカルで、何ですかね、ソフィアの両親来た時にこうねカタリナをちょんちょんってこうキースがつついてね挨拶させるね、この形ねニコニコ動画で見てたらこれ猿回しって書いてあって猿回しってちょっと拭いてしまったんですけど、はいね、他にも何ていうんですかね、本当に人の人心をね掌握してしまう、感じで、でコミカルにそれをね書かれてるのもねいいなと思いましたね。キースをね自分はねこれね守らないとと思ってね、キースをね置いた時ね言ってたりとかですね。でここの紙部分もねちょっとね緑の手の人がね若干結構ねなんか好戦的な感じやったりするんですけど、ここじゃないな、でその後ね、手をね引っ張られてね連れて行かれてるねカタリナさんとかねなかなか面白かったですね。あと15歳になってからのねこのねキースがな思いっきりこう首のところね拭いてる感じとかね、こういうそのコミカル要素をねなかなかね楽しくていいですよね。必要だから書かれてたり意味があって書かれてるんやけど、それ自体が面白いっていうのはね、見ていて幸せというかね楽しくなる、アニメですよね。はい、でですね、最後ですね、はい、15歳のねカタリナについてですね、はい、額の傷はねなんか感知したみたいな感じになっていますね。でやっぱ傍から見たらやっぱ魅力的な霊嬢なんじゃないかなと、個人的にね思うんですよね。
なんか大きくなってですね、いろいろこうスタイルもねとてもね良くなって、あのスタイルに関してはですね、あの前回触れたかな、あのカタリナのお母さんがものすごいスタイルがいいので、そういう意味ではね、恵まれたね生まれだなというふうに、思ってますね、うん、なん本人あんまり自覚ないと思うんですけど、背も高いですしね、スタイルもいいしね、髪も綺麗で長いのでね、魅力的なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、おそらく本人はあまり自覚が、ね、ないんじゃないかなというふうに思いますね。でさっきのキースに関して思ってたのもあのそうなんですけど、やっぱり本人はその家族愛みたいにのなのに近いのをね、感じてるんじゃないかなと。だからジオルドに責められてもあんまりなんかこうね、そういう感じじゃないですよね。本当になんか友達というか家族とね、仲良くしてる。ここはすごいね癒されますよね。なんかねこっちは若干なんかこうね、あのちょっと怖く感じてしまうんですけど、あんまそんなこと言っちゃいけませんね。はい、ね、ここすごい可愛く描かれてますよね。友達感で踊ってる感じが、うん、で、まあ、そんな感じで家族愛的な感じでやってるイメージがねやはり強いなというふうに、うん、思いましたね。まあまあ人それぞれで見え方は違うと思うんですけど、まあカタリナのその言ってる様子とかですね、あと隣のおばちゃんに関してもこの幸せもんがみたいな感覚、なんていうかこうおばちゃん的な感覚なんじゃないかなと、うん、思いますね。まあ僕はそういう風に見えたっていうあのだけなんですけど、ジオルドとの婚約もね、そんなにこう好きな人が出たら身引きますからねってさらって言ってたりとかですね、うん、まあそういった様子から家族愛に近いものになってたり、あとまあ8歳の子供の頃から見てるから、その成長した姿を見てもやっぱりどちらかというとそのなんか異性として見る感覚が薄まってしまってるんじゃないかなっていうことは、思いますね。まあ、そういう意味ではその8歳の時にね初期に戻った記憶が戻ったことによる影響が出てる気がします。はい、そんなわけでですね、長々とね喋ってしまいましたけどね、はい、物語をですね学園編に突入するっていうことでですね、いや若干ねゴールはねちょっとね見えないですね。どういう風にオチがつくのかちょっとわかんないですね。で懸念材料も結構あって、うん、まずゴールどうすんねんっていう話と、あのフラグ全部回収してしまったんやけど、こうねカタリナを取り合って逆にこうこの中で血みどろの争いがね起きないかなって怖くなったりとかですね。はい、あとはまあ主人公が全然まだ出てきてないんですけど、例えばこう主人公がどんなやつなのか気になるっていうのはあるのと、どう絡むのかってことですよね。本来はフラグを回収したりしながら、このメンバーと、まあ、主人公が人間関係を、ね、結んでいくんやと思うんですけど、特にまあソフィアなんかも完全に、ね、友達が、ね、できてしまってるから、どういう風になるんだろうという気持ちがありますね。はい、まあ、その辺はね楽しみにねしたいなというふうに、思ってますね。主人公がね転生者やったりしたらね面白いかなというふうに思ってるんですけどね。はい、でこの、関係なんですけど、関係性もねかなりいいなと思って、なんというかこうまず構図としてはやっぱりジオルドは結構グイグイいってるわけですよね。うん、でキースがしっかり防御するというね、キースと、ね、ジオルドのね、牽制の試合によるね戦いがあるのと、で、まあ、アラン自身はですね結構適度な距離感で、まあ、カタリナのことをね好いてくれてるっていうことで、でニコルはですね遠くからねしっかり見守ってるっていうことでね、かなりね、いいバランスなんじゃないかなというふうにね個人的にはね思うんですよね。4人ともねあるんでどうなるんだと思ったんですけどね、4人に対してねかなりいいバランスでね、やっていってるなっていうふうに ね思いますね。まあ若干緑の手の人がね野放しになってるような、気がしなくはないんですけど、まあまあそれはねそれとしてね置いておいてですね、次回からね学園編が始まりますので、本当にねいい流れでですねここにねたどり着いたなっていうことで、次回もね楽しんでね見ていきたいなと思います。はい、すごいですね本編より長く話してしまっていますので、まあでもねちょっとねこれこのアニメね話すだけでもねだいぶ楽しいと思うんですけどね、皆さんもねどうでしょうかね。はい、そんなわけでですね、3話までとても美しい内容だったということで、次回からもまたね、楽しみにしていきたいと思います。今回はここまでです。ご清聴ありがとうございました。